ちは、ALP スペシャルサポーターの石です。今回の動画は11月に行った学生デザインコンテストの結果発表をしていきたいと思います。今回のテーマは花瓶でしたね。皆さんからたくさんのご応募いただきました。このコンテストは毎月1回お題に合ったものを Fusion360 でモデリングしてもらうコンテストになります。先月のお題は花瓶ということで、ちょっと作品の方を見ていきましょう。かわいいですね。なんか埴輪っぽい花瓶だったりとか、あとお花までね、今回は作ってくれる方が多かったです。ティーポットのお花だったり、かぼちゃから咲いてるお花もありますね。彫刻のような花瓶、あの花瓶とお花のセットでね、色合いなど揃えてくれるところがとってもかわいらしいです。あとね、木から生えてるような花瓶とか良かったですね。アイデア作品がたくさんありました。大学生だけじゃなくて Fusion360 は簡単に中学生高校生でも使えるので、ぜひ挑戦してみてください。冬休みにパワーアップするスキルとして Fusion360 とてもおすすめです。それでは何作品かピックアップしたものを紹介していきます。まずは坂口渉さん、時を超える指、大理石の花瓶と百合、綺麗ですね。あのグラデーションをとっても綺麗に使っていただいて、たくさんいろんな角度からも送ってくれました。永遠の美を象徴する大理石の花瓶と純粋さと高貴さを表す百合の花を組み合わせていますとのことです。お花もとっても綺麗で、本当にあの優雅さが感じられる百合の花を作ってくれました。レンさん、名古屋の花瓶、もうザ名古屋みたいな作品でいいですね。玄関を開けるとありそうな装飾になっております。お城にあるシャチホコをイメージした花瓶を作りましたとのことです。細かく見てみると、ちゃんとあの目のところだったりとか、歯までしっかり再現してくれてたりとか、いいですね。細部までのこだわりが見えます。また和の雰囲気に合って勝負の花を採用してくれました。飾り物としてもすごく存在感があっていいですよね。キョミミさん、午後の花瓶、綺麗ですね。午後のアフタヌーンティーのイメージとキャンディーのディスプレイをイメージして作りましたとのことです。アフタヌーンティーで来る、こう段々に乗ってる食器にお花を並べてる様子が綺麗ですね。これはなんかアフタヌーンティーから着想を得ていて、すごくオリジナリティを感じました。こう並べてあるとやっぱりお菓子みたいで綺麗ですね。 KK さん、けん玉風花瓶、新しい、おもちゃのけん玉と同じををしているため持ち運びがしやすいです。またどんな色の花でもマッチするため部屋のイメージに合わせやすくなっています。面白い、花瓶の上がこう丸い部分がお花になってるんですね。アイディア作品としてすごくいいと思いました。確かに和風の部屋とかだと合うのかな。けん玉の木がいいですね。はい、ということでアイディア作品でした。面白いですね。皆さんありがとうございました。ここからは受賞者の発表に参ります。受賞者の方毎月4名選んでおりまして、優秀者の方3名には ALP オリジナル T シャツをプレゼント、そして最優秀賞1名の方にはオリジナル T シャツと Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントしております。またまたですね、年間応募賞というのもございまして、応募回数に応じて3回、6回、9回とデニムバッグ、タブレット PC ケース、モバイルバッテリーがもらえます。応募するだけでももらえるので、ぜひねスキルアップのモチベーションとしてね使ってみてください。はい、それでは優秀賞の発表から参りましょう。今月の優秀賞1人目はエローディーさん、かわいい花瓶です。おめでとうございます。古代ギリシアの陶芸品にインスパイアされた形状を持ちながら、モダンな色彩や柄を取り入れた作品に制作しました。過去と現代を融合させた、これまでにない新しい作品になっていると思います。ピンク色は花を、緑色は葉を象徴していて、黒はアクセントに使いました。全体的に円に配置したのがちょっとキュートな感じを出していますのことです。なんかモダンな感じでいいですよね。あの陶芸品にインスパイアされたっていう風におっしゃってますけど、本当に融合した感じ、逆に新しいみたいな、なんかなんていうんですかね、新しい感じがしますね。この色使いとかも少しあの前の感じの色使いなんだけど、逆にそれが可愛らしさにつながってると思います。非常にね、実は細かくて、取っ手の部分にも黒い装飾を散りばめてくれてたりだとか、すごくなんていうんですかね、色彩の散りばめ方がうまいなと思いました。エローディーさん、おめでとうございます。続いてはマッキーさん、輝く花瓶です。おめでとうございます。
銀色のモデルを基調に青色のアクセントが入った花瓶です。中東をイメージして作成しました。また花瓶の正面中央に小窓を設置し、中の水の状況が分かりやすいようにしましたとのことです。青色の感じがすごくマッチしてて綺麗ですね。なんだかちょっとギラギラしすぎてない高貴さも持ち備えていて、すごく綺麗だなと思いました。中の水の状況が分かりやすいようにっていうところがオリジナリティがあっていいですね。部屋とかに置くと一気にお部屋がグレードアップしそうな花瓶になってると思います。モデリングの左右もこだわっていて、こういう透かしを入れてくれてたりだとか、お花もねちゃんと作ってくれてたりとか、いろいろ工夫が見えます。マッキーさんおめでとうございます。続いての優秀賞はツハさん、バブルスです。おめでとうございます。泡のような軽さと清潔感で花を美しく見せるように作りました。花は夏水仙です。夏の水仙なのかな。綺麗ですね。すごくシンプルだけど、水を綺麗に見せる工夫がされていますね。すごくシンプルなんですけど、クリア感とか、あとは水が反射する感じとかがすごくね、お花の綺麗さをまた引き立てるような役割をしてると思います。お花のモデリングのこだわってるところにも注目しました。とっても綺麗に作ってくれていて、中のねめしべとかそういうのを綺麗に作ってくれてます。花瓶の機能としてお花を引き立たせるっていう役割もあるので、そこの本質を美しく再現してるなと思って選ばさせていただきました。ツハさんおめでとうございます。最後、今月の最優秀賞の発表に参りましょう。今月の最優秀賞は武藤さん、モバグローブです。おめでとうございます。透明な球の中で回転するムーバグローブをイメージした花瓶を作りました。将来このような花瓶があったら水もこぼれることがないので実現するといいなと思っています。武藤さんはね、他にも2点別の作品の応募がありました。いろいろね作品を応募してくれています。綺麗な作品だったりとか、ユニークな作品だったりとか、アイディア作品だったりとか、幅が広くてすごいなと思いました。ムーバグローブっていうことで、こう転がってもね、花がちゃんと上向いたまま転がっていくっていうところがいいですね。展示とかでも使えそうですね。コロコロ下に動く、なんか機構をつけてお花がそのまま回ってるみたいなインスタレーションとかにも活かせそうだなと思いました。アイディアもとってもいいですし、作品もねいろんな幅から出してくれていて、そこもいいなと思ったので選ばさせていただきました。今月の最優秀賞は武藤さん、おめでとうございました。このコンテストはですね、チャンピオンリーグっていうのも行っておりまして、2回入賞すると、チャンピオンリーグというものに進むことができます。チャンピオンになった方にはですね、全員に LP ロゴ入りカードホルダー、リュック、オリジナルパーカーなど、たくさんねチャンピオングッズを送らせていただきます。チャンピオンの方はその中でも年間を通じてね1位を決めるコンテストもやってるので、ぜひそちらもご応募ください。それではチャンピオンの投稿を見ていきます。私の本音と建前、野村亮太さん。花は本音と建前の間で揺らいでる自分を表現しています。花瓶に埋め込まれたガラスは本音を象徴しています。透明で儚く壊れやすい性質が内面の複雑さや儚さを表現しています。ガラスの透明さは感情や本音が見え隠れする複雑さを明示しています。また花の美しさがその儚さを引き立て、同時に表現を豊かにしていると思います。一方で建前を表現している木材は堅牢で安定した印象を与え、外部に対して強い印象を持っていますとのことです。このコントラストでね、本音と建前っていうものを作ってくれました。アート寄りな作品ですね。でモデリングの中にもこのガラスの透けるポイントを作ってくれたりだとか、このコンセプトと、作品がとってもマッチしている素敵な作品だと思います。見た目だけでもすごく素敵な作品に仕上がっていますね。りょうとさんありがとうございます。続いて TN さん、月の花瓶。面白みのある花瓶を作りたいと思ったので、風景を自分なりに抽象化して作成することを今回の目標にしました。今回のイメージは月と蓮の池です。上の方に月の形の花瓶を作って、その下に水が流れ、そこに蓮を浮かせるようにしました。また月光をどうにか表現できないかと思い、月の光が青白く輝くイメージだったのでガラス製にしましたとのことです。コンセプトから綺麗に落とし込んでますね。一回抽象化してその具体物に落とすっていう作業をすると、とってもねオリジナリティのある作品に仕上がると思います。チャンピオンの方はそれがとっても上手ですね。なんとも素敵な作品に仕上がっております。綺麗ですね。
シーミントさんドレスアップ、花を顔に見立てて花瓶をドレスのように仕上げました。首あたりに穴があり、そこから一輪だけ花を飾ることができます。なんかキャドっぽくなくて、逆いい意味でキャドっぽくなくていい作品ですね。ドレスを着ているんですね。で、下の方が花瓶になってて水を入れられるようになります。この着眼点新しいですね。で、お花を一輪しか刺せないっていうところも逆にね、いいんじゃないかなと思います。花が顔のようになってて美しいですね。ちょっとダークな色合いをしてるので、花もちょっとシンクだったりとか濃い青とか、そういう濃いめの色が合いそうですね。花を持って作品が完成するという、素敵なコンセプトになってます。ありがとうございます。チャンピオンの方は、応募するだけでマンスリーサブミッションとして Amazon ギフトカード500円分を申請しておりますので、ぜひぜひ応募ください。そしてですね、22日までにご応募いただけると、X の方でも公開しますので、ぜひチャンピオンの方はお早めに応募をよろしくお願いいたします。チャンピオンの方の中から1年間を通してチャンピオンを選ぶんですけど、この方々にはとっても豪華な商品ご用意しておりますので、ぜひぜひご応募お願いいたします。それでは今週も見てくれてありがとうございました。今開催中のキャドラボイス、こんな椅子欲しかったも絶賛開催中ですので、12月もぜひぜひぜひご応募のほどよろしくお願いいたします。Fusion 360のスキルを高めるため、 Fusion 360を触るきっかけとしてぜひご活用してください。それでは今週も見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは毎週水曜日、 3D キャド、 3D プリント技術を使った情報を発信しております。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。